こんにちは、サボリーマンです。今回は数日前に発売された量産機ダガー L を40個生産していきます。足とか手とかたくさん作ったので最後まで見てもらえたら嬉しいです。まずは開封してランナーを仕分けていきます。40箱あるので開封と仕分け作業だけでも30分程度時間がかかりました。ランナーは至ってシンプルで4枚程度しか入っていないのでサクサク仕分けていきます。ランナーからパーツを切り出していきます。今回の製造方法はランナーごとに全てパーツを切り出してから組み立てをしていきます。予想以上にこのランナーからの切り出しに時間がかかりました。ほぼ丸1日切り出し作業をしていて、なんか終わらないなって思って考えてたら、単純計算でランナー160枚切り出さないといけなかったんですよね。道理で切っても切っても減らないわけですね。ニッパーはゴッドハンドのブレード1ニッパーで切り出していきました。枚数が多いので安いニッパーにしようかと思いましたが、やはり片刃ニッパーのゲート跡に慣れてしまったら、安いニッパーのぶつ切りランナー跡にはもう戻れないですね。ランナーごとに分けて全切りカットをしているとはいえ、探す手間があるのでパーツ数が少なく完成する箇所から組み立てをしていきます。先日レビュー動画で5体製作しているので、ダガー L の組み立て方法と癖はバッチリ把握しています。大量生産しようと思われている方は試しに1体先に組み立ててみることをお勧めします。全てのパーツを切り出してみました。色プラだけでもこの量になります。組み立てて思ったのですが、これは失敗でした。色プラランナーは4色ぐらいパーツがあるんですけれども、できるだけ色分けをして切り出しをした方が組み立て効率が上がります。今回のやり方ではパーツを探すのに無駄な時間を費やしてしまいました。大量生産される方がいれば参考になればと思います。組み立てをしていきます。今回の動画は組み立てが進むにつれて、ボディが虫のように、足が手羽先のように見えてくるので注目して見てみてください。パーツが多すぎて探しにくいので箱を分けて探しやすくしていきます。ここからはただの単純作業という努力を大幅にカットした動画になります。単純作業ならつまらないかなって思う方もいらっしゃるとは思いますが、大量に各部パーツを作る絵面は思いのほか物珍しくて面白いので、飛ばさず見てもらえたら嬉しいです。大量生産をする上での注意点ですが、長時間の労働作業を強いられるので、まずやられるのが集中力なんですよね。あと終わりが見えないという絶望からモチベーションの維持をすることが難しいです。なのでボディを1個ずつ作るとかではなくて、心を無にして同じ動作を繰り返しすることが生産性を一定のペースで維持することができるのではないかと思いました。この話を聞いた視聴者の方は、そんなことをして面白いの?って思う方が多いと思います。結論から言うと、 YouTube に投稿している人はネタとして動画を更新したら反響があるので面白いと思います。ですが趣味で作ろうという人は、プライベートでなぜ40体とか50体永遠と同じキットを作ることができるのか僕には分かりませんでした。マグアナック36体作ってる方の動画のコメントに書いてあったんですけれども、数万円のお金を支払って工場の生産ラインの仕事を体験できる、本当にその通りだなっていうふうに思いました。もはや忍耐力とメンタルを鍛える修行のようです。ですが Twitter とかマグアナック36体作るよってつぶやいた人に頑張れって応援するのとか見てたらほっこりしますよね。これがボディの生産ラインになります。なんか虫みたいに見えるなって思ったら、ネイビーと赤色のコントラストが虫に見えてくるんでしょうね。どんな虫に見えたかコメントで教えてもらえたら嬉しいです。ちなみに僕はコガネムシっぽいなっていう風に思いました。大量生産をやろうかなって考えてる方は、やってやるぞっていう気持ちは商品を購入して箱を開封するところでなくなるのでご注意ください。あとこの大量生産は途中でやる気がなくなり手を止めてしまったら、また再開するのは精神的に辛いと思います。短期間で終わらせる時間が取れる時にすることをお勧めします。ゴールデンウィークなどの長期連休とかいいですよね。ここがダガー L 大量生産の最大の注意点です。
注意点です。腕の関節パーツが左右の腕で違うのと、向きが逆でも取り付けられて完成するんですけれども、微妙に隙間が空くんですよね。言われなければわからない程度ですが、間違えて不良品を40本生産してしまったら、あ、そっか、左右合わせたら80本ですね。完成した腕をバラして直そうというメンタルをお持ちの方は少ないと思います。僕も間違えてどうするか考えました。3秒考えてみて、見て見ぬふりをして完成させようという決断に至りました。あと大量にキットを作った時の問題点ですが、いくつかあります。一つは撮影ブースに収まらないんですよね。今回40機程度でしたが、撮影ブースにギリギリ収まったかなっていう感じでした。かなりキツキツで余裕を持ってポージングができなかったんですよね。数を減らしてポージングを撮らせて写真を撮ることもできますが、40体作った意味がなくなってしまうので、もし大量生産する場合は撮影スペースの拡張も必要になってくるかと思いました。そしてこちらが今回の目玉のプレス工程です。足の股関節のパーツがとんでもないぐらい硬いんです。人間の指では指が壊れてしまうぐらい硬い。それを80個するのは実質不可能だと思い、僕は考えました。結論がこの方法です。力が若干いりますが、コンスタントに効率よく生産ができるのでおすすめです。僕は営業職なので、ものづくりって本当に大変なことなんだなってことを、このキットを通じて改めて理解することができました。このダガエルはとても感慨深いキットになっています。そして今回僕一人だと生産性が低いため、生産性を上げる必殺技、同居人に手伝ってもらうをやってみました。同居人はニッパーを触ることさえ初めてでしたが、見てください、この手羽先の整列、こんなにもプラモデルって性格が出るもんなんですね。あとバンダイさんのキットは優秀なので、素人でも組み方を説明したらたやすく大量生産をしてくれました。ちなみに僕はこんな感じ、まあ、本当にね、性格って出るなって思いました。組む手順としては、武装類、腰、ボディ、次に両腕、両足、最後に頭の順番で組んでいます。やはり腕と足のパーツ数がかなり多いんですよね。あと両手両足合わせたら160本あるので、正直これを一人でするのは全く先が見えない作業をしているかのようになってきます。ランナーを切っている時も思ったんですよね。これ本当に数日で終わるのだろうかって。集中してやれば2人で、今回2日で完成させることができたので、1人でするとなると最短でも4日ぐらいかかるのかなって思いました。家族4人で作ったりしたら瞬殺で終わりそうですね。足80本飾ってみました。足だけでも満足ができてしまいますね。最近のキットはスタイルがいいですね。今回のダガエルも美脚に仕上がっていました。頭部を製作していきます。頭部は同居人が製作してくれたので、隣で作りながら見ていたのですが、おせち料理を作っているように見えてきたんですよね。ガンプラって作り方とか見方を変えるとこんな風にも見えてくるんですね。そこまで考えて作り込んでるとは、さすがバンダイさん。生首を40個回してみました。初めて頭部をターンテーブルで40個回してみましたが、不思議な気持ちになりますね。各部位全てのパーツが完成しました。上半身を組み立てていきます。組み立てて思ったんですけれども、頭部のアンテナが結構外れやすいんですよね。かなり小さいパーツなので紛失しやすいので注意が必要です。ポリキャップはめちゃんこきついのに、アンテナはゆるゆるって。今回のダガエルは造形がすごいかっこいいし、色分けもすごい、可動もいいのにもったいないなって思っちゃいました。まあ発売してくれてこの完成度なのですごく満足なんですけどね。それでは最後ダガーを数えて終わりたいと思います。ダガーの数え方は1ダガー2ダガーという単位で数えることができます。40ダガーまで一緒に数えてみましょう。なぜ今回40ダガーなのかと気になった方もいらっしゃると思います。昨年バンダイさんの40周年にあやかって少し遅いですが、これからも僕らの財布からお金を巻き上げていただきたいと思い、40機ダガーを購入してバンダイさんの売り上げに貢献させていただきました。拡張セットプレミアムバンダイで割高で、送料はもちろん僕ら負担ですが、ありがたくありがたくご購入させていただきます。最後飾ってみたので、ぜひ見てみてください。あと高評価チャンネル登録もお願いします。数日後には全塗装の頑張れるダガーエルも更新されるので、そちらもぜひ見に来てください。あとファントムペインカラーのスローターダガーも塗装して完成予定です。ダガエル関連の動画はすべて概要欄に載せているので、チェックしてみてください。